はい、えー。皆さん、こんにちはえ。本日、リライズショートストーリーインタビューさせていただくのは、一般社団法人超うのう会科ブランディング協会代表理事の宮沢洋子さんです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、えー。ではですね、早速ですが、えー、最初の質問させていただきたいと思います。はい。 えー、ではまず、今、えー、宮沢さんはどんな夢やビゾンを持っていますか、はい、一番大きな夢としては、ですねもう本当に最終的には世界平和ってところにつながっちゃうんですけど、まあ、その一個の場合としては、はい、やっぱり未来の子どもたちにより良い未来、より良い社会を残すっていうのが、今、一番大きな目的として、す晴らしいですね、世界平和。 そうですね最終的にはそこと思ってます。はい、おーすごいかっこいい、すごい。<laughs> 共感します、これは。ありがとうございます。はい。子どもたちのためにより良い未来、社会を、はいま、残していく。そうですね、えー。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、そんな夢ビジョンを具現化するための。の、はいええ 目標や計画についてお聞かせいただけますか？あ、ありがとうございます。そんなに、はい、明確な計画っていうのはないんですけど、はい、あの、まずうちがどんなものをやってるかっていうことを先にお伝えしても大丈夫ですか、ねあ？はい、お願いします。はい。うちって、まあ、右脳開花って言ってるんですけど、<laughs> 右脳を開花させる、文字通り右脳を開花させる講座をやっています。で、はい、具体的にじゃあ何をやってるかっていうと、ちょっとすごい変わってるんですけど。 まあ、右脳開花メソッドって言ってるんですが、ちょっとね、速読とかもできるようになっちゃうような、右脳開発メソッドを使ってるんですね。はい、で、それによって、それを使うと脳の癖とか思考の癖を強制することができてで、潜在意識の書き換えとかもできるんです。でそううするるとと何が起きかかっていうと、はい、根底から 本当にあの自己肯定感を底上げすることができるっていうような、えっと、プログラムを開発したので、うん、今、それあの結構、ね、98.3%の人が変わったっていうふうに、まあ、あの自己肯定感が上がりましたとか、うん、引き寄せがすごい強くなりましたとか、うんまあ、いろんな変化をあの報告いただいているような講座をやってるんですけれども、うん、これで、右脳を開花した人が増えると、うん、確実に社会が優しくていいものになっていくっていうふうにまず思ってるんですね。 これを広めていきたいって思っているんですけど、はい、の今の段階ではあの女性中心にあの広げているんですがこう教会が始まって1年半たって、まあ、ずっと教会にお金を貯めてきてきたんですねそれを使って今後は企業様だったりとか、うん、学校とか学童とかあと放課後デイサービスとか、はいまあ、いろんなところにあの即読のふりをして。 研修を購入して、まあ、皆さんに脳開花してほしいなっていうのが今、はい、の,の,の計画ですね。なるほど。えはい、素晴らしいですね、これは。脳開花っていうと、ちょっと怪しくなっちゃうので、はい、即読もできるから、はい、即読は私はおまけなんですけど、はい、でもあの見せ方として即読っていう見せ方ができるので、はい 速読のふりしたらいろんなところにこっそり入れるかなって思っていて。<laughs> で、お子さんって、あのうん、正直このメソッドだけで、普通の,、はい、のプログラムってそれなりの高額なプログラムになっちゃうんですけど、お子さんに関しては速読だけで変わるんですね。うん、しかもあのそうなんですよ、大人の半分の時間で変わるので、うん、本当にだ速読やりましょうって言って。 あのはいお子さんはもうそれだけで変わってしまうので、まあ、どんどんそういうのを広げていきたいなっていうふうに思ってます。なるほど素晴らしいと思います。ね今ねお子さんも自己肯定感低いっていう、はい、お子さんもすごく多いってことなんですけど。ええええ やっぱりこう人生のほとんどのお悩みって自己肯定感低いことがかなり関係してたりするんです。うんはい、なので、そうそう皆さんが自己肯定感を高めて、まあ、自分の可能性を信じて伸び伸びと行動できるようになってほしいなというふうに思って活動しています。なるほど。そう、はい、そういうことだったんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいあのこれは めちゃくちゃゃくいいいと思思まました。そう思ってます <laughs> すごいですね、はい、でもお子さんは半分大人の半分の期間でもうご肯定感も上がっちゃうそ,そうです、ね。独特だけで、ね、うん、うん、そうなんですかそうなんですよなんか大人ってもう何十年もかけて思考の、うんはい とか脳の癖を作ってるし、ね、何十年分の思い込みがたくさん潜在らしいですかそうですよねでもお子さんってまだそこまでじゃないんですよね。ねま,だまだ柔軟な状態だしあなら結構子供って右脳が強めだったりするので変、うん、えるのすっごい簡単なんですよ。<laughs> えー、そうなんですね <laughs>、まあ。簡単すぎてつまらないから私はそれを。 あの講師とかにやってもらって私はすごい難しい大人をやりたいなるほどちょっと重症というかあのあのかなり <laughs>、えー、いろいろとねこじらせちゃったりとか行わしてるので、はい、はいありがとうございます。は はい、えー、ではですね、次の質問ですね。今の話とちょっとかぶるかもしれないんですが、はいえー、現在の活動、嫉妬、はい、内容についてお聞かせいただけますかあ,ありがとうございます。今はやってることはまあ基本的に一緒なんですけど、今は主に女性に向けてあの講座を広げているっていう状態なんですね。うん、でまあどうしてかっていうと、女性ってやっぱり家族の家庭の中心的な存在。うん なんですよね、はい、で影響力がすごく強いんです。お母さんが幸せになればお子さんも幸せになるし、うん、パートナーも幸せになるじゃないですか。うん、そうしたらその先の人が幸せになっていくよねって思ってるので、うん、今は基本的に女性をターゲットにして、うん、まあ開催講座を開催してます。 その中から、やっぱり自分がすごい悩んでて自己肯定感つ、ね、低くてつらかったって人たちが、たいね、講座受けた4分の1ぐらいの方って、あの、養成講座に進んでくださるんですね。あそうなんですか。すい多いと思うんですけど、はい、まあ実際にじゃあ、右脳を開花して自分が変わったって思うと、うん、皆さんどうなるかっていうと、前の自分みたいに悩んでる人、苦しんでる人を助けてあげたい。 っって思って思くれるような方ばっかりななんですよ、えーはあなので今はこの仲間を増やしているような感覚です。広めるための準備段階として、ね、私一人で全国飛び回って教えるとかって難しいので、ね、まあ今同士を増やしているみたいな感覚は結構ありますね。なるほど。はい、仲間同士をしてる段階です。はいうん そうですね、うん、一緒に広げてくれる仲間を増やしているような感じです。えー、はい、わかりました。はい、ありがとうございます、はいね。すごくやっぱりご自身が変わったら、それを人に伝えたいって自然にやっぱ思われるっていうことですよね。ねはいはい、いや、本当、素晴らしいと思いました。ありがとうございます。 今度はあの、まあ、きっかけのパートの,あの質問なんですけれども、最初に、まあ、夢ビジョンとして、まあ、一番は世界平和ということを教ってくださって、子どもたちにより良い未来、社会を残していくっていう、まあ、そんなこう夢ビジョンを持つようになった、まあ、きっかけですとかこう、まあ、出会いとか、そういったところをお聞かせいただけますか。 ありがとうございます。はい、えっとですね、私、もともと子供を絶対産みたくないって思ってたんですよ。そうなんですかで。どうしてかっていうと、<え>やっぱり自分に自信がなかったのと、はい、自分のことがすごい嫌いだったんですよね。<え>大嫌いだったんです。そうなんですねそうな,んですよなので、まあ、こんな私に子育てなんてできないって思ってたし、一変、はい、ってものがあるから、<ー>自分の だっっったたらどううしよよて思ってたんですよね,、うん、ね私多分ね自己肯定感がめちゃめちゃ低いのと同時に、はい、結構切符感が強くて真面目なんですよね。はい、だから今経きづらかったんですけどまあ一人の人間を育てるってやっぱりすごいそれも責任を感じていたのでいやもう怖いから本当は産みたくないと思ってたんです。で、はいね、もう一個が何かっていうと、うん なんかこんな今の社会に子供を産むって無責任って思ってて思たんんでですすよあーそうなんですね私自身もうつ病に2回なったことがあって <laughs> うつ病の人って今増えてるじゃないですか。そうですよねで引きこもりとか、はい、不登校とか自殺、はい、とかいじめとか学級崩壊とか。 で日本経済もなんか終わりとか言われて、まあ、今もねあのすごい円安になってとかあったりとか年金、はい、も崩壊するって言われてるし、まあ、環境破壊も続いてるし、まあ、戦争とかもなかなかなくならないですよね。はい、そうですねで、はい、社会に生んじゃいけないって思ってたんですけど、はい、だけどあの主人がすごい子供が大好きでずっと子供が欲しい人だったんですよね。はい で、一回、真剣に話そうと思って、いや、なんか気が変わると思ってるかもしれないけど、私、本当に産みたくないですよって話をしたんです。はい、<laughs> そしたら、あとにも先にも、その時だけ主人がちょっとポロって泣いちゃったんですよね。そうなんですか。そうなんですよ。で、まあ、なんかね、人生の,あのブログ読んでくださったってことだったんです。えー 私なんか交通事故で結婚して5年ぐらい寝たきりになったりとか、はい、その後ダーツにはまってちょっと家事をおろそかにするぐらいダーツにはまったりしてたのに、はい、ずっとうちの主人って支えてくれてたんですよね文句も言わずに。はいえー、なのでまあ分かったと思ってもうあとは主人と子供たちのために生きようってその時思ってじゃあ産もうって言ったんですけど、はい、じゃあ産もうだったら 自分と社会を変えなきゃダメだよねって思っちゃったんですよ。すごいですね。<laughs> すとと本当に単純で若<え>だねって思うんですけど、でも結構本気でそう思、ん、ってですね。<ー>ね、今に至ってるんですよそのまま。<laughs> ええー、すごい。そういうそういうまああのもう自分がこの社会を変える。 不問だったら変えなきゃっていうですね。そうだったんですか。まあ一人じゃやっぱり難しいので、まあ教会という形にして、<laughs> ね、ま講師も結構たくさんいらっしゃるので、まあ、みんなで一緒にちょっとずつでいいから社会を変えていこうって思ってたりとか、あとはま教会に今お金貯めてるので、まあ、それを使って社会の保険事業だったりとか、<laughs> はい、昔ホイヘ 理想の保育園を作ろうと思って、でもお金がなくて諦めたので、ね、なんかそういうこともこれからねあのやっていけたらいいなみたいに思ってます。<laughs> そうなんですかいや。ちょっとかなりびっくりしました。<laughs> 多分ね、ちょっとバカだと思うんです。<laughs> <laughs> でも多分そういう人が世界を変えるんだと思っているので。そう思いますあの。そう思います、本当に。 うんね、ちょっと真っぐらいいいかなと思って。いや、すごい。はい、そうなんですね。いや、ちょっと本当にびっくりしました。<laughs> <laughs> なんですか。はい。えっと、ではですね、はい、はい。あの、今あの、そのきっかけっていうところで、うん、あの、うん、話していただいたんですけど、はい。な <laughs> 同じように問題を感じてても、はい、そこまでご自身がもう自分が変えようって思うぐらいの、はい、そこまで思うっていうのはやっぱりちょっと変わってるっていうのはあるかもしれないけどどういう、まあ、それまでお人生をま歩まれてたのか、まあ、何か追求されてたことだったり、はい、もうその、まあ、背景ですよね その辺りをお聞かかせいただけますか、うん、ずっと責任感が強くて結構完璧主義なところがあって優等生タイプだったんですよ、ねうん、なので、はい、どうなるかっていうと責任が重いことからは逃げるとか <laughs> できなさそうなことはからは逃げるっていう人生をずっと送ってきてたんですよね、うん、でできることだけやってなんか表面上取り繕うみたいな感じ、うん で生きてきてて、まあ、いい人を装ったりとかしてたたんですね、はい、ただあの自分ではそうやって、まあ、みんなにある意味嘘をついてる状態だと思ってたので自分のことすごい好きじゃなかったんですけど、はい、ただあのさっきちょろって言ったんですちょろっと言ったかな、えっと、ダーツにはまったんですね、はい、その時にものすごい下手だったんですよそうなんです、まあ、本当に届かないぐらい下手で、うん 僕なんかすごい女の子が「え届かないえい、ー!」とか言ってこう跳び跳ねて投げたりしてる人とかたまにいたりすると思うんですけど、うんはい、本当にそういう状態だったんですよ。かわいこぶってるとか、うん、本当にできなくて、うんはい、でみんなにあの結構年下の子たちと一緒にいたんですけど「えもうようちゃんかわいいね」みたいに言われて、うん、悔しいんですよ。<laughs> 私は可愛さなんて求めてなくてかっこよさしか求めてないのに、うん、こんなに。 できないことってあるんだって思って、はい、すっごい努力したら、ええ、本当に全国女性ランキング3位までいけたの、ね、<laughs> <laughs> 3年ぐらいましたけど、ええ、やればできるんだなっていう、ええ、諦めなければできるんだっていうのが結構そこで入ったんですよねそれ生まれ、ええ、子供の前なんですけど、ええ、だから本当に諦めなければ 何でもできるってそこで思い込みを持ったんですよ。そうだったんですか。うん結構ね、それは多分大きなきっかけだったと思うんですよね。はい、自己肯定感が低いなりに、それでもそうあの本当に本気でやれば夢は叶うみたいなのをその時に出たのが大きかったと思います。はい、なるほど。はい。そういうことだったんですね。 自分の高低下低くなったのって、ええ、多分学校教育とか社会の影響だよねって思ってたから、ええ、そこ変えなきって思ってたのも多分大きいと思います、ええはい、ああなるほど、はい、確かにあのー、まあ日本社会とか特にそういうのを言われたりしますよね、はい、なかなかこう 褒め褒めてたり、こう自己肯定感、自信を持たせるような。うん、そういうのよりは、こう欠点とか、ダメなとことか、うん、そっちにいやすかったり。うん、比較してしまったりそ。そうですね。そう、できないところを伸ばすっていうのがで。うんえー、いいとこ、ろに伸ばすってあんまりないじゃないですか。ないですね。ないですね。ねだから、まあ、はい、そういう。それもでも、本当。 個性だと思っているので、はい、まそれぞれのいいところを伸ばすみたいなのとか、うん、そういうところを認めていくっていうふうに変わったら、きっと自己肯定感って上がるんじゃないかなというふうに思っていて、それがずっとみんながそうなったら、自己肯定感高い人って、マウンドとかもしないし、はい、人に攻撃あんまりしないんですよね。あー <で><あ>のことを見つめてあ、幸せで欠望感とかあんまりないんで、うん、みんながそうなったら、はい、じゃあ戦争とかなくなるしいじめもなくなるよねって思って <laughs> そうですよね。本当そうですよね。<laughs> そう思います。えー ちょっと寂しかったりとか人と比べて落ち込んじゃったりとかするから多分いじめとかって起きるのでそうですねですから先ほどそのあの今は大人の方中心にまあ教えられてて、はい、でもっと企業とか学校とか学童とか、ねはい、子どもたちにっておっしゃってて。はい ね、あの、これが本当に広がったら、うん、さっきも言ったんですけど、うん、本当にいいなと思って。ありがとうございます。私も本当にそう思ってます。うん、ですよね。はい。あの、あ、から、あの、こう、今まで、あの、ま、よこさんの、ちょっとアメブロも読ませて。ありがとうございます。<laughs> はい。その優等生で、こうね、責任が感があってっていうところで、はい、いろいろ、まあ、はい、あの。 まあ辛いというか、あのうん、そこでいろんな葛藤とかあった,りしたことが、すごい今、うんねあの、夢につながる、つながってますよね。いやだから、無駄なことって何一つないんだなって思ってます。う,んうちの講座に来てくださる受講生さんとかも、まあ、すごい苦しいから、<laughs> はい、助けを求めて講座に来るんですけど。うん あんなに苦しかったから陽ちゃんとか運動会館に出会えたから過去のその辛かったことにも感謝みたいなことをおっしゃいますね。<laughs> すごい感動ですね。本当に私も感動します。いつも皆さんの言葉に。はい、ありがとうございます。こちらこそ。ではですね、あのはい、最後にあの、よかったらですね、この動画を見ている皆さんに、 はい、メッセージをいただきたいなと思ってやはりその先ほどおっしゃってたように、まあ、今本当にどんどんせ世界世の中がこう生きるのが厳しくなってって愚痴、まあ、とか自殺とか本当にど、ねうん、増えてると思いますし、まあ、女性も本当にいろんな意味で、はい、あの大変な時代にどんどんなってきてると思うんですよね。なかなかか、はい、以前よりは女性も、ね、あのその男性も男と こう同じようにあの環境とかも整ってはいるけどまだまだ女性も仕事しながらとか、はい、子供を育ててとかいろんなことで悩まれている方とかいると思うんですけど、はいはい、ぜひあの、まあ、そういった方に向けてメッセージお願いできますかはい、はい、ありがとうございます。はい、日本人のほとんどの方って自己肯定感が低いかもしくは 高いと低いをすごい繰り返してる人が多いなって思うんですよね。はい、あのうまくいってる時は高いけど、はい、うまくいかないとバーンって下がってずっと低いみたいな方が多いと思うんですね。はい、あとはすごい日本人って HSP っていわれる繊細した方も多いと思っていて HSP の人ってやっぱりすごく敏感で空気読めちゃうので、はい、周りの期待に応えようとしちゃったりとか、はい、自分よりも。 相手を優先するっていうことをしがちなので、うん、自己肯定がさらに落ちがちなんですね。なので結構多分生きづらさみたいなの感じる方って多いんじゃないかなってでもすごい安心してくださいって思ってて、はい、<laughs> みんな自分だけが隠してるのでみんな自分の生きづらさって、うん、自分だけがなんかこのふうに考えてるって思ったりする方もいらっしゃると思うんですけどそういう人ねすっごいたくさんいらっしゃるんですよね。 で人間って何歳になってからでも変わるって決めた瞬間から変わるっていうのはすごい見ててうち多分ね一番若くて22歳、はい、年上だと72歳かなまで今までっるんですけどそういうのも全然ちゃんと変わるんですね。はい なので、うもう自己肯定感さえ上がっちゃえば、HSP ってちょっと弱みのように、生きづらさにつながっているように見えるんですけど、はい、これって感性が高いっていう強みになるので、皆さん、ね、見てくださっている方が、本当に自分が自分らしく最大限の可能性を発揮できるように、もう本当にあの心から応援してますって思ってます。すごい あ,のありがとうございます。いやありがとうございます。うん、はい、本当に何歳からでもいつからでも、何でも変われるっていうことですね、うん。はい。脳科学的にもそれって実証されてるので、うん、はい脳細胞ってずっと、うん、あの大人になってからもちゃんと増えたりとか変化とかするっていうのも分かってるので、はいはい、変われるからって思ってます。すは,い、はい。ありがとうございます。はい はい、すごくあの勇気づけられるメッセージ、ありがとうございました、はい。ありがとうございました、こちらこそ。はいでは、えー、本日インタビューさせていただいたのは、一般社団法人、超右脳開花ブランディング協会代表理事の、えー、宮沢洋子さんでした。宮沢さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、貴重な機会を。ありがとうございました、感謝しても。はい、ありがとうございます。